マルダッサーレ・ロンゲーナは主にベネツィアで活動した17世紀の建築家で、当時のベネツィアでのバロック建築を代表する建築家である。ロンゲーナの代表作とされている、サンタマリア・デラ・サルーテ聖堂をベネツィアで生まれ、建築家、ビンチェンツォ・スカモッツィに弟子入りし、スカモッツィの死後その代表作だったサンマルコ広場の新行政館を完成させた。新行政館は、 ベネツィア共和国の役所と役人の住宅を兼ねた複合施設でサンマルコ広場の四角い領域を囲むように建っている。代表作は上品な装飾のサンタマリアデッラ・サルーテ制度でペストの流行が集結したことを聖母マリアに感謝するため1631年に着工した。カナルグランデの先端の半島上の部分に立つ二つのドームを持つ教会であり、 ベネツヤの名所となっている。主玄関は古代ローマの外線門をモデルとしており、その後のベネツヤやよその教会やあるいは大聖堂で真似された。他にもベネツヤの様々な教会を設計しており、中でもキエーザ・デル・オスパ・デイレトとサンタ・マリア・デ・リスコ・ールジーは1656年から1680年に建設された。ただし、後者の教会のファサードは、 ジュゼッペ・サーディが設計した。ロンゲーナの設計の中でも最大の建築は、キオッチャの大聖堂で1624年から1647年に建設した。この大聖堂が完成した後、ロンゲーナはベネツィアのカナルグランデ沿いの上品な二つのパラッツォか、レッツォニコとか、ペーザロを設計した。これらが完成したのはロンゲーナの死後である。 バルダッサーレ・ロンゲーナは1682年、ベネツィアで亡くなった。ありがとうございます。